クリエイターさんもう一方、フミヤさんご準備お願いいたします。前の方にお進みください。フミヤさんはフィリピンを拠点に活動されています。ソーシャルメディア、クリエイターをなさっておられます。はい、ではお願いいたします。あ、皆さんはじめまして。あれ、なんか最初に動画が流れるっていう、あ、あれだっす、これ見てください。スクリーンの方を見てください。はい、という感じで、どうでしょう、どうですか、いい感じですか、いい感じですか。あ、すごいいい感じという声がすごい聞こえてよかったです。本当にありがとうございます。はじめまして、フミヤと申します。突然出てきて、なんだよこいつって思ってる方すごい、いらっしゃるかもしれないんですけど、ちょっとだけ自己紹介させていただいていいですか。僕もともと会社員に、21歳まで会社員だったんですけど、その後にこう会社を辞めて、世界でアパレルブランドを立ち上げたいっていう目標を持って、もう夢を叶えるために行こうと思って、もう一人でこうフィリピンのマニラに行ったんですよ。家も学校も決めずに、荷物とパスポートだけ持ってこう飛び立ったっていうのが僕がフィリピンに行ったきっかけだったんですけど、でそこで SNS 活動を始めて、毎日のこう生活をアップロード、 YouTube にアップロードしていったら、どん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 ファンがついていって、でその後はこう芸能の、フィリピンでドラマとか映画とかコンサートとかやらせていただいて、でそこでこうフォロワーが増えて、今は総フォロワー、SNS の総フォロワー数が500万人に今なりまして、で今ほとんどはこうフィリピンの方がこういらっしゃるんですけど、もうフィリピンの方にこう応援されて、まあ、今があるなという感じでやっています。で、まあ、自分はずっとこう影響力をいい方向に使いたいっていうのをずっと考えていて、なので、まあ、その今も本当フィリピンと日本の架け橋になるような活動をずっとしていて、で今年の4月ですね、4月にフィリピンと日本の架け橋になるようなカフェを作りたいという、もっと日本の人にフィリピンのことを知ってほしいって思いまして、六本木に4月にカフェをオープンすることになっているので、ぜひぜひ皆さん、もう顔全員覚えましたからね、全員来てくださいよ、わかりましたか、はい、みたいな感じでやっているので、で今回この日韓の合同開催ということで、もうフィリピンと日本のみならずね、こう韓国にもどんどんこう出していけたらいいなと思っているので、ぜひぜひよろしくお願いします。今日は本当ありがとうございました。ありがとうございます。フミヤさん、ありがとうございました。インスタグラムのプロフィールにカフェ の, リンクあるんで、ちょっとぜひぜひ見てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、フミヤさんがフィリピンの番組に出た時に、世界で活躍する日本人100名の中に選ばれたそうでございます。はい、以上でクリエイター13名の皆様のご紹介、自己紹介、パフォーマンスを終了させていただきます。ここで、審査を待つ間、ゲストに、素晴らしいゲスト今日いらっしゃってくださってますので、演奏をお願いしたいんですが、準備をありますので、しばらくそのままでお待ちいただけたらと思います。特別賞は審査員特別賞です。フミヤさん、どうぞ。はい、贈呈は永田紀之様、お願いいたします。永田様は、コアコンビニタンス株式会社代表取締役、そして和食屋銀座吉典代表、デンタルオフィス X の幹事をなさっておられます。スペシャル、フミヤさん、どうぞお渡しください。はい、おめでとうございます。一緒ですね、大きなシャンパンです、ね、わシャンパンです。はい、なお本日